先週、医療に関するあるポストが拡散し、議論になっています。骨髄バンクに登録してんのに、移植を断るやつ何考えてんだって話をさせていただきます。投稿者は骨髄バンクに登録していながら、いざ提供を求める連絡を受けた際に辞退してしまった人。その理由について、自身が手術を控えていたことや、会社の仕事量が急に増えたためなどと説明。自分の都合で人助けができなかったことを悔やんでいる内容でした。このポストが注目された背景にあるのが、相次ぐドナーの骨髄提供辞退です。日本骨髄バンクによると、2023年度にマッチングしたドナーのうち、4人に1人が仕事の都合がつかないとして辞退しているというのです。そもそも骨髄移植とは、白血病など造血幹細胞、血液を作る細胞が正常に働かない患者に対し、健康な造血幹細胞を持つ骨髄を移植し、正常な血液を作る機能を回復させる治療法です。ただし、白血球の方が適合しなければ移植はできず、その確率は兄弟姉妹でおよそ4人に1人。血縁者以外では数百人から数万人に1人という確率でしか一致しません。さらに、骨髄採取の際に入院と全身麻酔を使った措置が必要になるなど、ドナー側にも大きな負担がかかるのです。現在、骨髄バンクを介する移植を待つ患者は年間およそ2000人。そのうちおよそ800人が移植を受けられないという状況なのですが、私も会社の都合で辞退した。家族も反対だった。ドナー登録するなら会社辞めろと社長に言われた。ドナーにも企業にも国がしっかり保証すべき。患者からすれば命にも関わる問題。ここからは骨髄ドナーの辞退という問題を通し、骨髄移植の課題について考えます。ゲストをご紹介いたします。骨髄バンクにドナー登録をしているんですが、辞退された経験をお持ちの看護師の伊織さんです。伊織さん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします、はい、よろしくお願いします。聞こえました。ありがとうございます、はい、そしてよろしくお願いします、はい、お願いします。ありがとうございます。そしてもう一方、骨髄バンクに関する様々取材をされています医療ジャーナリストの市川守さんです。市川さん、どうぞよろしくお願いします。こんばんは。ありがとうございます。伊織さん、まあご自身こう提供、はい、まあ、断ってしまうことになってしまったということなんですけれども、どういったこう経緯だったのか、そこをお聞かせいただけますでしょうか。私の場合はちょうどその6月にショートメールで適合っていう連絡が来たんですけれども、私がそのちょうど妊活中っていうことで、妊活中といっても不妊治療中だったので、はい、で、まあ、年齢のこともあって1回ダメだったら今度は来月っていうふうに、結構時間もやっぱりかかるので、年齢的に急ぎたかったっていうのもあって、まあ、今回はやむを得ずという感じでお断りをしました。はい。で、実は画面にもありますように、その以前にもですね、2度、まあ、適合したよという連絡はあったんだけども、うまくこう最終的にはその、移植までにはいかなかったと。で、1つはですね、まあ、別の方が適合して、その方が対応することになったということが1例目。もう1例についてはですね、ご自身が、まあ、採血の検査の結果 NG になったということでできなかったということなんです。ですから、トライをこうしようとしてたんですけど、まあ、うまく最終的にはたどり着かなかったということではあるということ。伊織さんはですね、まあ、伊織さんのケースではなくですね、さまざま、本来ならばこの人からもらえればというところがそういかなかったという理由に、まあ、仕事が忙しいからとかさまざまあるわけですが、そういう話でどう聞かれていらっしゃいますか。どんなふうにお感じになりますか。そうですね、やっぱり登録してからいつその適合って来るのがわからないので、結構何年後とかっていうのもざらにあると思うので、やっぱりその頃には自分の生活状況だったり、はい、家族構成変わったりとか、はい、いろいろあると思うので、やっぱり自分の
そのタイミングが悪い時期っていうのはどうしてもあるのかなとは思いますね。伊織さんがドナー登録された理由は何だったんですか？そもそものきっかけは何ですか？はい、そうですね、自分にできることはなるべくしたいと思っていて、もともと定期的に献血には行っていて、でその献血の時にドナー登録もお願いしまして、ポスター見たりとか声がけいただいたので、あ、じゃあそういう人助けもあるんだなと思ったので、うん、登録をしました。はい、大月さんどう思いますか？これ会社の方で当然にしてこういった人助けですとかは支援すべきだと思うんですけども、うん、まあ、お金の問題ちょっとさて置いたとしても、うん、期間的にはこれは会社として対応するべきだと思うんですけど、うんうん、実際これ進んでないんですか？そうですね、いわゆる、まあ、ドナー恒久制度っていうものを、うん、まあ、日本骨髄バンクでは推奨してるんですけども、それ入れてる事業所って今870事業所ぐらいしかないので、まあ、全国の事業所の数からするとまあかなり少ない。ただまあボランティア休暇とかそういったものを転用することはできるので、まあそうやって対応されている。やっぱり一番多いのは有給使ってくださいっていうところが多いですね。それだとやっぱりマイナスが多くなってしまうので難しいですよね。これやっぱり国の制度として何らか保障すべきじゃないんですかね。まあ、そういう声ももちろんありますね。伊織さんのケースで言いますと、ご家族は どういうご意見をお持ちなんですか？どんなお話されてますか？家族はですね、まあ、理解はあるので、まあ、私がもしそれ提供者になって1週間ぐらい入院するかもっていう場合だったら、あ、分かったよって言って、夫もまあ理解はしてくれて、母も、あ、そうっていう、感じで、割と理解はうちはあった方だと思います。会社はどうですか？会社側です、うん、そうですね、やっぱり休みがやっぱり3交代とかだと3連休とかってなかなか取れなかったりするし、はい、その3日以上の休みとなるともともとあるフレッシュ休暇っていうものを使ったりとかしか多分なくて、はい、で私の一応会社を国公的休暇制度調べたんですけど、やっぱないって言われたので、うん、取るとなるとやっぱ無給になるのかなって思うので、やっぱそういう面とか、あとやっぱシフトの穴を開けるという面でもやっぱ休みづらさはありますね。はい、ですからさまざまな制度を使って休みをこううまく取りながら、うん、そしてまた、まあ、職場にもやっぱり迷惑かけるよねという話ですよね、うん、シフトを組むにあたって周りのシフトも変えてしまうようなことにはなってしまうという。でもあれですよね、伊織さんは看護師さんでいらっしゃるから、うんうん、やっぱりそういう気があってご家族もある程度ってね、うんうん、いかあるのかなと想像するんですけれども、でもあれですよね、むしろこう善意で登録したんだけど、そのいろんな理由でこう自分はできませんって辞退すると、その辞退したことによって、ね、助かる命がみたいなことを想像しちゃうから、う善意でやったのに自分がなんていうか、うん、罪悪感というか、ね、下手したらっていうことを余計なことまで考えないといけないっていうのが、うん、なんかすごいなんか全くもって優しくないというか、苦しいこと善意を持った人を苦しめる制度になっちゃっているし、僕なんか去年あれだったんですよね、裁判員裁判に選ばれて裁判員裁判に行ったんですよ。であれも僕はそんなに多くなかった、4日5日間ぐらいだったんですけど、場合によってはもっと長いとあっていい悪いとかっていろいろあるんですけど、でも僕も職場に行った時になんかあれは法律で最大限配慮してくださいみたいなあるんですよね。だからああいう裁判とかの方になってはみんなそういうもんでしょうっていうことになるんですけど、こういうのはあんまりそういう制度になってないっていうことなんですね。まあ、そうですね、まあ、この骨髄バンク自体も国の施設ではなかったりもするので、うん、まあ、そういうところ その制度が、まあ、十分作られていないってところはあるかもしれないんですが、まあ、一つ言えるのはせっかく登録してマッチしましたって連絡来て断るっていうことに罪悪感を持ちすぎない方がいいっていうのは間違いなくて、っていうのはその、まあ、マッチした数にもよるんですけど、医療機関側も最初最大で同時に10人くらいにオファーするんです、うん、マッチしてる人が10人いれば、でその10人の人たちにの中で当然その、仕事が忙しいからって断る人もいるし、あと検査を受けその最初の献血の時とかに受ける検査って、まあ、簡易的なものだったりするケースもあるんで、もう一回こうちゃんとした検査を受けて一番マッチしていて体調も良くて若くてみたいなことの条件の中で、うん、ナンバーワンの人医療者側が選ぶっていうところもあるんですね、うんうん、だからさっきの伊織さんも、ね、立ち消えになっちゃったってこともあるんで、他の人になったってね、そうそうそう、はい、だからオファーが来た時に、うん、自分一人しかいないかもしれない、うん、だから断ったら、うん、ある一人の人命を奪ってしまうかもしれないみたいに思う必要は
ない、なるほど、うん、逆にそこが嫌だから登録しないというのが一番その希望を奪うことにつながってしまうので、うんうん、そこはぜひなるほど、あの強調したい、カジュアルにした方がいいわけ、カジュアルにした方がいい、カジュアルにやりましょう、カジュアルにやりましょうっていう、はい、あのアメリカとかドイツだと、うん、今アメリカだと登録者が700万人ぐらい、日本の10倍以上でドイツでも10倍600万人ぐらいです、人口そんなに、ね、人口比べても、ね、おかしなぐらいの差があると、だそれぐらい多いと、まあ、気軽に、うん、気軽にっていうかあれですけど、まあ、自分以外にもいるはずだって断れるし、で断ったとしてもあのちゃんと誰かがその中でちょうど仕事のタイミングも合うし、うん、あの体も調子もいいっていう人がやってくれるわけですよね。それはなんでそんなに言ってるんですか、日本は50数万人で、比較の中で、ね、何百万人って、まあ、あのこれ比較してもどうかと思うんですけど、まあ、中国の登録者ってあんまり日本と変わらなかったりするんですよね、うんうん、人口は10倍あるんだから、うん、やっぱりヨーロッパアメリカっていうところはボランティア精神、うん、その他者のために何か自分がやるってことに対するまあ意識がやっぱ強いけど、まあ、アジアとは言えないですけど、やっぱり日本においてそのどうしても他者のために自分の何かを提供するっていうところに、なんていうんですかね、なんていうか別に悪気はないんだけれども、うん、ちょっとこう、うん、まだそこに踏み切れないなっていう人が多いのかもしれない、まあ、今のお話はね、ヨーロッパはっていうのは他者のためにっていう、うん、そういう社会だからこそ登録しやすいのかもしれない、ね、そして登録して適合した時にもまあ受けやすい環境が整ってるであろうという ね、うん、うね、想像はできない、まあ、周りが許してくれる環境にあるっていうところがでかいですよね、うん、カルチャーさんが一番あの冒頭で触れたんですけど、はい、だったら有給化すればいいじゃんっていう声はよく出ます。うん、その辺の議論まとめて、うん、あの伝えてもらっていい、僕はこの辺すっげえ面白いと思うんですよはい、はい、やればいいじゃんと、うん、なんで100万円を出せば、うん、もう登録者数が一気に増えると思いますし、うんうん、有給取ったって儲かるじゃん、だから、うん、まあ、よく比較されるのが献血だったりして、はいはいはい、献血はあの、まあ、ジュースが飲めたりとか言い方なんだけど、はい、いろいろお土産があったりとかするわけですよ、うん、1時間だけでね、はい、1時間だけですよ、うん、で これだけ大変なのに、うん、あの会社で頭下げてとかこうなるわけですよ、家族に許可取って、難しいですね、だからなんかこう、うん、みんながハッピーになると、はい、選ばれたよかったねと、うん、みんなから送り出してもらって、うん、インセンティブはつけられないのか、家族とかあの、うん、会社にもインセンティブがつくぐらいの仕組みになんかならないのかな、確かにね、あのそれでもちょっと難しい部分もあって、やっぱり金銭的なインセンティブをあんまりつけると結局そのそれこそ、患者側と、あのドナー側が直接お金のやり取りしたりするとね、それこそその、まあ、臓器移植でも大きな問題になりましたけれども、うん、例えばその、お金を出してお金が欲しいから自分の腎臓を売りますみたいなのに近いことが起きてしまうかもしれないから、あとお金がある人が有利だったりとかになったりとか、であとお金がもらえるからって骨髄提供するっていうのもあの良さそうに思うんですけど、やっぱりそれ広がっていくと最終的に歪んでくるから、やっぱりお金を本人は得られないようにしようって、これ国際的にそうなってるですよ。だからそこは的に、うん、あの臓器移植が禁じられているのは人身売買にもつながってしまうから、倫理の、ね、問題が非常に大きい、うん、血液も、ね、昔は売れたらしくて、うん、うちのじいちゃんばあちゃんが、はいはいはい、そのお前は血液で育ったんだってよく俺言われました、ね、血液銀行で金なくなったら行って生々しい有罪買ってたよっつってあのそういう意味だと面白い例が一個あって、うん、あのドナーの登録者都道府県別に人口割合で見ると沖縄が圧倒的に多いんですよ。もう全国平均から言うと何倍も高い。それはどういうことですか。それはですね、まああのその登録会っていう骨髄バンクに登録しましょうっていうことを、登録会っていうのを、まあ、学校でやっているっていうことがあるらしくて、まあ、18歳から登録できるので、まあ、高校3年になった時とか、あと大学とかでですね、まあ、登録会っていうのをやると、まあ、特に高校なんかだと教室集められて説明を受けたら、ああそういうのがあるんだったら僕も受けたいなっていうことで登録するケースもあって、アメリカでもやってるんですよ、高校とか。ですからもしかしたらそれはアメリカの文化の影響で沖縄がやってるかもしれません、ね、まず知らないってことですよね、今おっしゃってるよね。そうよければ僕のお気に入り あの解決策一つ、はいはい、あの金銭的なインセンティブはやっぱりいろんな歪みが出るんですけど、例えばドナー登録をして実際にドナーとなった人は、うん、自分も含めて家族全員が万が一この丸々移植が必要な時には待機リストの上に
上がれる、はいはい、そう上がれるように、なるほど、ドナー経験者は優先されますよという、その家族も優先されますよというインセンティブをつければ、これはなかなか売買できるものじゃないし、おっしゃる通りですね、危機に陥らないと、そう、あの発動されない権利で、別に税金にがかかるわけでもないし、うん、富裕層が有利なわけではないんですよ、これどうですか、マックいいじゃん、権利ですか、いやもう違う、気に入ってるわよ、個人のアイデアがめっちゃ、めっちゃあの個人としては僕はあのその通りだと思うんですけど、例えばあの、再対決って聞かれたことあります、あの、造血幹細胞移植をするケースって3つあって、さっきまで話した2つプラス、あの赤ちゃんのへその緒に入っている血ってそこに造血幹細胞が入っているから移植に使えるんですよ。でこれあの自分の要はお子さんっていうか自分が出産した時の血を、まあ、バンクってそれ冷凍してあの保存してくれるところがあるんですけど、じゃあその親とか子供が優先してそれ使えますかって言ったら使えないんです、そこはもうあの平等にやりますってことに今決まりとしてはなってて、それやっぱりいろんな議論があって、やっぱりそこで優先権つけちゃうといろいろ歪んじゃうんじゃないかっていう議論が今までは優勢だった、でもこういう状況になってきてるんだから、うんうんうん、やっぱりそのインセンティブっていうのを入れなきゃいけないよねっていう話が出てくるっていうのは全然おかしくないと思いますね。 いや、だと思いますね。やっぱりその、ね、倫理はいろいろあるけども、はいはい、生かしていけるかもしれない命をどうするかっていうのは、一つだけあの重要なのがあって、はい、うん、僕はやっぱり経済的なインセンティブっていうのはこれまで結構議論に出てきたんですけれども、うん、あのドナー側が受けられる最大のインセンティブと僕が現状で思っているのは手紙をもらえるんですよね、あの移植を受けて、まあ、うまくいったかうまくいかなかったありますけれども、その移植を受けた側から手紙をもらえるっていうのが現状の制度でもあるんですよ、はい、でドナーされた方ってその手紙を一生の誇りだと、一生の宝だと思って持っていられる方がいて、やっぱり自分の存在によって一人の人間が確実に命が助かった、でその証拠が手紙ということで本当にありがとうございましたっていうのが来るって、めちゃくちゃなんか自分の価値、生まれてきた価値っていうものをなんか実感させてくれる経験だと、それは仕組みになってるってことですね、なってます、手紙を書くことになってると、手紙を書くことにはなってないんだけど、だけどあの骨髄バンクが仲介して、ね、その住所がわからないようにあの届けてくれる、間に入ってやってくれるんですよ、そうかそうか、だからそういうこと、誰かわからないけどみたいなことになると、そうそうそう、そうなんです、そうなんです、で、そういうようなインセンティブがありますってこともそうだし、やっぱり自分は骨髄移植をしましたっていう人を周りで見たり、それをやろうとしてる人見たら、やっぱ社会みんなで称賛、めちゃめちゃいい、すごくいいよっていうふうにみんなが言うようになれば、やっぱりやる人増えると思う。それがやっぱちょっと 逆が多い、やんないお前はダメだっていうふうに責めるケースが多いんだけど、やった人を責める、登録しただけでもすごいじゃんって、かなり誰かを救う可能性がある、僕はイオリさんを最大限に称賛したい。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。